日本中部地方長野県長野市、セリータ地区、クリタクリタは、長野県長野市の市街地南部の地区。全域が、長野市役所セリータ市所の管内である。地区の北西端に、新越本線、北陸新幹線が走り、長野駅が置かれている。東部を東通り、西部を都市計画道路長野駅東口線が、南北に走る。周囲は、以下の大技。 町長と接する。大ね都市計画道路長野駅東口線を境に、して、東部の栗田区と西部の北中区に二分される。栗田神社古くは農村であり、都学市、善光寺別島の栗田市が治めた。栗田市が、妻中村に、日吉社を勘定したため、その土地のみ栗田村の飛び地となっていた。神社が、栗田村本村の栗田城跡に移転した後も、 神社跡の土地は、現在に至るまで、栗田区の所有となっている。最近では土地に残っていた、樹齢500年以上という欅について、栗田区の事情で市の保存樹林指定が解除され、伐採されたことで、地元南石道庁で、反発の声が上がるといった出来事があった。1888年の長野駅の開業以降、鉄道関連の施設が多く置かれるようになる。 後に、貨物駅や車両基地は北長野駅に移転したが、東日本旅客鉄道長野支社は現在も北中町に置かれている。表口である善光寺口側に対して、裏口である東口側は、自便な住宅地として急速な発展を遂げた。しかし、無秩序な発展が進んだことから、生活環境や防災上の問題があり、 1993年から長野駅周辺第二土地区画整理事業が進められている。58ヘクタール1200個を対象としたこの大規模事業は住民の反対運動等により当初計画より遅れているものの2018年度の完了を目指し日々新たな街の姿が生まれている。特に1997年の北陸新幹線 高崎長野間の開業に伴う長野駅、東口広場の整備によって、東口は長野市の鉄道、自動車交通の結節点として機能するようになり、松本駅に代わって、白馬、大町方面への玄関口となっている。大技、栗田の範囲は、おおむね1879年時点の上見の地群、栗田村の範囲に相当する。地区内の行政区、 郵便番号、人口及び、世帯数は、以下の通り。長野駅、東口ペデストリアンデッキ JR、品野鉄道長野駅があり、以下の路線が利用できる。また、東西地下通路を介して、長野電鉄長野駅を利用できる。長野駅東口から発着する、アルピコ交通、超電バスの以下の路線系統が利用できる。地区東部では、 東通りを走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。その他、東西自由通路を介して、長野駅前後寺口から市内路線バスのほとんどが利用できる。ありがとうございます。